ずいぶん走り回ったし、そろそろ休もう。励ましたり慰めたりするのは苦手だが、代償を図ることならできる。ユチャールのお兄さんが看病して、この世に純粋な自由なんてないのさ。風さえいつか止む時が来る。出たら日光浴、お月様が出たら月光浴。